お疲れ様です。どうも、おやきです。本日もデコキャラシールのですね、開封をしていきたいなと思います。はい、ちょっとですね、診断出てからですね、食べてはいたんですけど、ちょっとですね、夏場ということもあって、買ってすぐちょっとカビ生えちゃったりしまして、そんなに量食べられなかったんで、ちょっとまあこれぐらいですね。一応どのぐらいですかね。ちょっと前回の段ももしかしたら何枚か入ってるかと思うので、25枚ぐらいはあるかと思うので、ちょっとこちらはですね、開封していきたいなと思います。ではよろしくお願いいたします。本日のですね、第ですね、177段のシールになるんですけど、今回狙うポケモンはですね、もうただ1匹だけなんです。カビゴンだけ出れば、私の勝ちということで、まあ、勝ちかどうか分かんないですけど、当たりということでですね、カビゴンを、狙って引いていきたいなと思います。それではよろしくお願いいたします。まず1枚目からいきます。いきます、お願いします。おっと、いきなりちょっと違いますね。トリミアンということで、はい、特に何もすいません、何も出てこないです、すいません。じゃ続きましてお願いします。おっ、また出ました、ピカチュウ。あ、今回もまたこのホエルコがついてますね。はい、いや寝てます、すやすやピカチュウですね。可愛いですね、ピカチュウ。じゃ続きましてお願いします。おっと、いきなり出てしまいました、カビゴン。3枚目にして当たりを引いてしまいました。出ました。いや、いいですよね、カビゴンって。もうなんか初代の頃からまあ強かったですし、ポケモンの笛で最初も全然わけわかんなくて、え、なんかこれどうやってここ通るんだろうみたいな、もうずっとそこをこう、ね、押しても全然カビゴンどかなくていやー難しかったです。懐かしいですね、赤の時代懐かしいですね。いやー可愛いですね、カビゴン。はい、ということでいきなり当たりが出てしまいましたので、もうあとですね、ちょっと、メインで出てくるやつで関東のポケモンはいないので、まああとはですね、今回のやつが、とりあえず全部出ればいいなということで、まあどんどん向いていきたいなと思います。お願いします。あ、かぶりましたね、またピカチュウです。お願いします。お、来ました、ザルードですね。なんて書いてあるんですか、劇場版ザルードということで、なんか今回あれですよね、これ前売り券買うとこのポケモンもらえるみたいなあれでやってましたけど、これ多分見るとですね、2種類いますね。あ、3種類いますね、ザルードだけでも。今回これが目玉なポケモンだとは今回思いますね。はい、お願いします。おっと、カビゴン2枚目きました。お願いします。おっと、お、なんだこのクマは、ゴロンだ。へえー、あ、自分ちょっとリングマしか知らないですけど、あ、すごい強そうですね、これパンダグマみたいな。へえー、怖い、いかつい顔してる。はい、おっ、おっ、ん、ココ&ホシガリスということで、これも今回のでいいのかな。あ、今回のでいいっぽいですね、177番で。もう出ましたね、どんどん。よいしょ、お願いします。あ、エルフーンですね。エルフーンも今回のかな。あ、今回のですね、可愛いですね、この子、褐色系の女の子ですね。女の子ですかね。はい、行きます。はい、あ、出ました、ザルードですね。これ先ほどのやつの柄違いみたいなやつですね。お願いします。はい、あ、またピカ様が被りました。3枚目ですね、本日。いやー、さすがピカ様、封入率やっぱりピカチュウって高いんですかね。そんな感じしますね。はい、あ、出ました、ゴロンダ。先ほども出ましたね、ゴロンダさん。よいしょ、はい、あ、ルンパッパ出ました、ルンパッパ。これ今ポゲをやってて、自分これちょっと一生懸命捕まえたいですので、ハスボウ、ちょっと前のイベントなんですが、ハスボウがいっぱい出てくるイベントで、もうルンパパ欲しかったんですけど、ちょっといい両個体が見つからなかったんで、今回は進化させなかったんですけど、いや、いいですよね、ルンパパ可愛いですよねいや、好きです、ルンパパ。お願いします。あ、ゴンベです。カビゴンの前ですね、ゴンベは。いや、なんでこれがカビゴンになるんですかね、ちょっと不思議ですよね
かわいいコンペ。ではいきます、お願いします。あ、ピカチュウ&セレビーです。はい、いいですね。ちゃんと色違いって書いてありますね、このセレビーをよく見ると。おお、となると今日結構あれですね、なんかかなりいい感じに集められてる気がしますね。で今回今のところこんな感じですね、結構揃ってきてはいますが、まだ出てないものもですね何枚もありまして、 あれですね、エースバーンとかまだ出てないんで、ではどんどんいきたいと思います。お願いします。お、これもまだ、あ、持ってましたね、星ガリスのバージョンですね、いました。お願いします。あ、ゴンベさんです。まあ持ってました。いやちょっとここからダブリが多いですね、やはり。これやっぱり全部の種類1枚ずつ集めるっていうのも結構あれですよね、いっぱい食べない。あ、ゴロンダさんですよね。あとでももうこれぐらいしかないんで、あ、結構あれですね、全部は集まらないかもしれないですね。お願いします。あ、エルフーンですね、またここですね、よしと、はい、あー来ました、インテレオンですね、今回の御三家ですね、はい、いやー来ましたね、ようやくここで。これで12枚ですか、まだ確かにだと思うんで、今回は24、24、8、12、14、16、18、20、今回20枚封入なんで、まだ全然足りないです、あと4枚ですね。いやちょっと枚数的にもあと4枚ちょっとしかないんで全部ハズレなしでいくしかないですね。はい、あー、エルフーンです、ダブりました。いやー厳しい、厳しいですね、お願いします。あおー今回すごいですね、カビゴンいいですね。関東のポケモンいつもだったら全然出ないのに今回3枚も出ましたね。では続きましてお願い、お願いします。あまたカビゴンだ、すごいな今日。え、4枚目、今回でもトップのカビゴンの封入率です、すごいですね。え、珍しいですね、こんなに入ってるのも。いやでは続きましてお願いし、よいしょ、お願いします。あ、あ、お、これは、あ、今回のですね、ううとピカチュウですね。あこのピカチュウの顔いいですねえ、ちょっとこっち来ないでよみたいな顔してかわいいあ、これ結構好きですね自分。あ、これいいな、貼りたいなどっかにかわいいということです。あ、あとまだですね、あ、あと2枚ですね、2枚まだ残ってましたので、こちらの2連ですね開けていきたいなと思います。ではお願いします。はい、あー両方とも持っております、こちらとこちらになりますね。で今回ですねちょっとレアデコキャラシールがありまして、あのもう緑色なんですよ今回あれと思って、なんだろうこれと思ってですね、ちょっとこれ開封していきたいなと思いますね。ちょっとこれ表に見るとバレちゃうんですけど、ふいっ、あ、なんだこれ知らないな、ローズ、ローズでいいのかなということですね。これもっと真面目に不真面目解決ゾロリっていうパンですね。ちょっと間違えちゃいました、デコキャラシール買ってたらデコキャラシールじゃない、ポケモンパン買ったらですね、ちょっといつも棚からこうもうあんま見ないで買ってたんですけどまさかのですねゾロリパンが混じってまして帰ってきて開けるまで気づかないって、もうほんとバカげてますよね、もうひどい。なんだこれ、悪の組織と戦う謎のスパイ、オーローズちゃんはスパイらしいですねまあということでですね、こんな事件もありましたので、皆さんポケモンパン買うときはちゃんとですねポケモンのパンであることを確認してから買っていただければなと思います。はい、
でですね、ちょっと出なかった、まだポケモンたちもいましたので、ちょっとこれ引き続きですね、無理のない程度に、食べていきたいなと思いまして、また開封の動画を上げていきたいなと思います。では本日の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いいたしましょう。それではバイバイ。